ゾウキトンを着た若い男のゾウキトンとは古代イギリシアの男女が用いた衣服のこと。紀元前6世紀頃、従来の毛織物に代わってエジプトから輸入されたアマフを使った衣服の総称。女子の着付け方には大きく分けて二方式がある。従来のペプロスと同じ上端を折り返して体に巻き付け両肩を止めて腰に帯を締める通り屋敷。 腕を出す穴を残して、脇が縫われた2枚の布で体を挟み、肩から手首までを数箇所に分けて止めた後、帯を締めて、たすきのように肩紐をかける、イオニア式。時には、イオニア式キトンの上に、道理屋式キトンを重ねることもあった。男子の着付け方も、女子の道理屋式と同様の両肩を止めるものと、エクソミスといって左肩のみ止めるものがあった。女子のキトンは、 くるぶし竹だったが、男子のキトンは、桃竹がほとんどで、子供や軍人、旅装や、羊飼い、漁をするときなどは、膝植え竹にしてきていた。ただ、男性でも身分の高いものや、儀式などの礼装としては、くるぶし竹の長いものを使っていた。色は、白が多かったが、壁画などに染色を施されたものも見える。基本的に街灯のヒマティオンにより淡い色に染められた。 街灯としては、男女共に、ヒマティオンと呼ばれる、ウールの一枚布を身につけていた。短いヒマティオンは、クラミスともいい、旅人や羊飼いが好んできた。女性が着るクラミスは、クラニディオンとも呼ばれる。肩を止めるポルパイは安全ピンのように針が肌に触れない構造になっており、制動性の簡素なものであった。腰を締めるベルトについては、好位の男性は、 現代のものと変わらない革製で金属のバックルが付いたものを用い、好意の女性も革製のものなほか、飾り帯を使っていた。アクセサリーはエジプトに比べると、幾分地味だが、繊細な金属細工のものを使っていた。ハルモニアーの首飾りや英霊ーーヤへ贈られた賄賂の首飾りなど、ギリシア神話に登場するネックレスは、高価な贈答品として登場するものが多い。帽子は、 ペタソスという旅人がこむる、つばびろのものがあり、ヘルメス神が愛用していた姿を隠せる魔法の帽子もこのペタソスであった。靴は、行為の身分に、サンダルが用いられたほか、悲劇役者の用いたソックという薄い革底の靴、悲劇役者が用いた、半長靴に似た靴、農民などの自由市民が用いたズックに似た靴などがあった。奴隷身分には靴を履くことは許されなかった。 キトンはローマ夫人の普段着となり、特に既婚女性のものはストーラと呼ばれた。ありがとうございます。